大谷翔平がついに2歳年下の妻をお披露目。ドジャースの大谷翔平29が日本時間の15日、自身のインスタグラムに長身女性との写真を投稿。その後に球団公式 XQ Twitter にも、写真が載り、彼の妻との説明が付された。衝撃の結婚発表から約2週間、韓国ソウルでの、パドレスとの開幕戦を前についに結婚相手が、お披露目され、現地も大きな、盛り上がりを見せることになりそうだ。世界的スーパースターの結婚相手の写真が、公開されたことに米メディアも機敏に反応した。スポーツ紙デスクが言う、すでに米三大ネットワークで、大谷の妻はマミコ田中だと報じられています。大谷の結婚発表後、早くからお相手ではないかと名前が挙がっていた、女子バスケダブルリーグの富士通レッドウェーブの元選手、田中マミコさん27です。身長180センチで、今回公開された写真でも身長193センチの、大谷の隣にいて違和感のない、スラッとした長身の女性。米メディアでは田中さんが昨年に引退したことや、現役最後のシーズンを 7.8 得点、6.0 リバウンドの成績で終えた、ことが紹介されるなど、注目が高まっています。20日のパドレスとの開幕戦に向けてソウル入りするタイミング、での公表となり、韓国でも大きな注目を、浴びることは間違いないでしょう。やっぱ大谷ってイケメンだわ。っていうかお互いの顔が似てない？パッと見、兄弟かと思ったわ。子供もハイタワー確定か。優しそうな顔。うちの奥さん朝から大泣きで狂ってしまったよ。帰りたくないわ。お母さんと嫁さんが似てるんだと思う。表情や雰囲気が似てるせいか顔まで似てるように見える。お幸せに。大谷は日本の男が選びがちな小人レベルのアナウンサー女子を選ばないところがいい。背が高い以外はこれといって特徴のない地味な人でいいと思う。子供が生まれる時は皇族レベルで騒がれるな。だってメダルの数変わるぜ。子供が楽しみ。顔似てるね。マミコ可愛すぎる。大谷膝曲げてて優しい。顔似すぎだろ。大谷は不倫しなさそうで安心。チンチクリンを選ばなくてよかった。姉に似た嫁もらったのか。母親に似てる。田中さんは大谷が好き好きすぎて顔まで似てしまったって。うちの奥さんはあわあお泣きしてやんの。ええやん。素敵やん。美人だし、動画見たら本当に性格良さそうで。こういう人は老若男女に好かれるでしょ。微笑ましいですな。このチャンネルでは南西でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。